このブログではですね、最近、男女のルーツとか、そういうことで、少し男性と女性の間の愛情とかですね、家庭というものを考えてみたわけですけれども、男女の愛っていうのは若干そのセクシュアルなことがあってですね、子供を作ると、いうことで、愛が芽生える、目覚めるという、こういうことあるわけですね。ですから、あまり長く続かずに、子供ができたり、結婚して3年ぐらい経ちますとですね、愛情が薄れていくわけですね。それを女性がちょっと気がついて、男性の、いわば性欲といいますか、少しそういうふうに言うとちょっと嫌なんですけども、それが常に保てるように若干薄化粧をするということも必要でしょうし、また男女の愛から3年とか5年経てばですね、お互いが家族の愛に変わっていくということも必要だと思うんですね。それをさらに超えて、もちろん女性が自由に社会に羽ばたくことは非常に重要ですし、女性と男性はもちろんお互いに幸福な人生を送ることが必要で、女性が家に閉じこもってつまらない思いをするっていうのは許されないことなんですが、しかし一方ですね、子供にとっては母親というのは本当にかけがえのないもので、特に男の子の場合ですね、女の子また女の子で母親が非常に大切なんですが、男の子の場合は父親はやっぱり超えていく、ある意味での敵のような存在でありますが、母親が唯一自分の心の支えになる、そういう、ものなわけですね。これをどのように調和させていくかということが、我々が頭をいろいろ考えなきゃいけないというもんだろうと思うんですね。どっかの本で見た記憶でちょっとこれを書きましたもんですから、ここに書いた文章はですね、少し本当の文章と違うかもしれませんが、もともとその著作権とかそういうもの自身がくだらないことで、もっと人間というのは深く精神的存在ではないかと思うわけですね。ある小さい子供を持った母親が、不治の病になるわけですね。そしてもうだんだん死期も近づいてきたことを知った母は、近親者に次のように漏らします。 私は間もなく死にます。あの子は母親を失うのです。子供が母と別れて悲しむのは優しくされた記憶なんだと。憎らしい母なら死んでも悲しまないし、その方が新しいお母さんに可愛がられるだろうと、病床で言ったわけですね。そして母は 自分を見舞いに来る子供にですね、意味なく八つ当たりをし、叱りつけ、そして死んでいくんですね。もちろん子供はせっかく一生懸命母親のとこに見舞いに行っても怒られたりしてるもんですから、ついにその母を恨むようになります。母を深く恨んで、あんな母親だったのかと思いながら新しい生活に入っていくわけですが、新しい母親とも確かうまくいかない。心に傷があるので学校もうまくいかない。だんだん社会の闇に沈んでいく青春だったわけですね。ところがある時に、この母親の言葉を偶然に耳にします。そして彼はすっかりわかるんですね。本当の人に対する愛情、それを持つことができるのが母親ですね。夫婦というのはやはり、年月が経つと気持ちも変わっていくもんでありますが、母は変わっていきません。この母親のこの不変の愛というものがですね、私は子供に大きな影響を与えていると思うんですよね。いい影響ですね。だから私はこの母親が勤めるとかそういうのは別に反対しません。しかしやっぱり愛情というのはいるんでしょうね。今はですね、年金がどうかとか、それから共稼ぎのお金が必要だとか、それから間違った形での浅い意味での男女共同参画というようなことを言ってですね、イクメンなんかがもてはやされておりますが、本当に私たちの人生は、にですね、母の愛情がいらないんでしょうかね。
でもちろん母の愛情は勤めてもありますよ、あります。それは苦労して勤めながら自分を支えてくれた母親に対する愛情もあります。で、私が、この詩を見てですね、本当の愛というのはこういうもんだなと。もちろん自分がどう思われるとか、誤解されるとか、そういうことは切り離された、気持ちがですね、やっぱり本当の愛情だというふうに思うのとですね、それから本当に我々の社会というものが家庭とかですね、人生で母の本当の愛ですね、私はね、毎日着物を心配してくれ、食事をしてくれ、病気の時には助けてくれるってものすごく大変なんですよね。それをずっとやってきた母、そういったものがですね、我々の人間の世界からどのくらい消えてもいいのかなと思うところはあります。もちろん、だから母親をこの、犠牲にしてと言いますか、あなたは重要なんだから家の中でじっとしてさないという気持ちはないんですよね。それはもう子供も母親も父親もみんな同じだと思うんですが、その同じというのがどういう状態なのかと、いうことをですね、やはり私はこの言葉話を聞いてですね、ちょっと考えるところがあります。